今日は休日なんでちょっとまた草刈りを進めます。いや暑いですね。いや10時過ぎたら本当はやりたくないんですけども、まあ、ちょっと今のうちにやっとかないとですね。これを着るから余計暑いんですけど、まあこれ着ないとちょっと草が来ちゃうかなということで、まあ汗かいてダイエットにもなります。いや草刈りはやっぱりダイエットになりますね。草刈りとか溝切りとか終わるとやっぱり何キロか痩せます。ぜひまあ体重を気にされてる方は草刈りに挑戦してみてください。また名護市の防塵面をつけてやりたいと思います。2回ほどつけて結構いい感触だったんで、今日もちょっとこの晴れてる時にあぜをちょっとやってみたいと思います。今日なんですか、グルガリのナイロンコードでバシンと叩くと泥が跳ね返ってくるというようなとこでもあるんですが、これどうでしょうかね。この金属棒の重りのおかげでここにシワが寄らない、シワが寄ってこうなるとちょっとやっぱり見えにくいんですよね、ここに。でこれでまあこう引っ張ってる感じでそんなに障害があるというような感じはしません。スマホの画面が見えにくいですね。昼間のせいでしょうか。
終わりました。思ったほどちょっと進めなかったんですけども、いや、まあまずまずの、もう2時間ぐらいなんですけども、あ、やっぱり中には入ってきませんでした。結構やっぱりいいですね。ちょっとなんかスマホの画面が見にくくなるのは、まあこの網の目の細かさとかそういったことなんでしょうかね。もうスマホが真っ暗で全然見えない。まあ日中だからかもしれないんですが、名護市の防塵面、なかなか優れもんですと、お世辞じゃないんですけどね、本当に、これか、こんな感じですか。ブルガリ51です。まあこんなもんですかね。じゃあ終わりにします。あ、大丈夫ですね。まあ傷はついてるけど、へこんだり割れたりはないです。あ、ちょっと石にガツンと当てちゃってですね、まあ変形するとこういうところから泥とかが入ってきます。